はい、それではですね、今日はカメラのお話をしていきたいと思います。今日はミラーレスカメラは持っているんだけども、交換レンズ何を買ったらいいんだろうなと迷ってるあなたに向けてお送りしていきたいと思います。今日は僕がおすすめする交換レンズをご紹介していきたいと思います。はい、前回はカメラの選び方のマインド、これをお話ししていきました。要は出来上がったもの、どんなものを作りたいかの需要とかを考えながら逆算でカメラを選んでいく、はい、そして今回のレンズも考え方はほぼほぼ一緒でございます、はい、出来上がったもの、要はカメラはもう選びましたよね。どんなものを撮りたいか、どんなものを作りたいかがもう決まってる段階ですもんね、はい、そこからレンズを逆算して考えていきます。レンズを選ぶ、基準といたしましては、まずは画角ですよね、うん、そしてあと F 値、この辺を考えながらレンズを選んでいくと思います。そして単焦点なのかズームなのかっていうふうに、これもレンズ側から選ぼうと思うと、まあとにかくいっぱいあるので分かりません、はい、で今日も僕がソニーの α6500 の E マウントの、カメラを使っていますので、それの E マウントに絞ってお話ししていきたいと思います。はい、というわけで、僕の場合は主に撮るものが、前回言った通り家族の写真や動画、そしてこの YouTube の動画、そして、自分の作品撮り、うん、そして、僕が勤めている整骨院の PR 動画、そして整骨院のある商店街の PR 動画、そしてたまにお仕事としていただく、映像とかの案件、これですね、はい、この中からレンズを考えていきます、うん、まず子どもの動画写真というのは、やはり距離感っていうのがすごく大事ですよね、うん、例えば中望遠の単焦点とかだとめっちゃ綺麗にドラマチックに映るじゃないですか。ただ中望遠だと子供と距離がないといい具合に映せないですよね。そうなると距離取っちゃうと子供見てるとは言えないですよね。ただ子供の写真や動画を撮りに出かけている、そうなってしまいますよね。やはり子供のこともちゃんと見ながら写真や動画を撮っていくっていうと、やはりある程度距離が近くないといけない、そして自分の作品撮り、これはもう自由ですよね、これはその時のどんなものを撮りたいかによって変わってきます。そしてあと僕の職場の整骨院と、あと商店街の PR 動画、これはやっぱりね、やっぱドラマチック感、が出た方がいいと思います。記録的な動画とかではなくて、やはりドラマチック、やっぱボケとかがあったりとか、描写力、要は人物を写した時に柔らかく写ったりとか、そういう方が大事だと思います、はい、そして、いただいたお仕事の案件、これはいただく案件によって変わってくるので、これもちょっと置いておいて、でこの例えば今言った僕の、家族、そして仕事、商店街を考えますと、僕はこのレンズをおすすめします。てか僕はいつもこれを使っています。はい、でもはい、これですね、はいはい、シグマのこっち 16mm の F1.4 の DCDN と、はい、こちらまた同じシグマの 30mm
50mmの F1.4の DCDN。 要はこの僕は基本的にはこの単焦点2本をうまい具合に使い分けてやっています。でこれ要は同じシリーズのレンズです。はい、これにあとね 56mm っていうね、これもう一本僕すごい欲しいんですよ。 16mm、30mm、56mm の3本のプロ、シリーズで展開されている E マウント、あとマイクロフォーサーズ、あと EOS M マウントで出ている APS-C 用のミラーレスに特化した単焦点でございます。で最近はもう子どもの動画写真っていうのはこの 16mm1 本でほぼほぼ大丈夫です。はい、この 16mmの F1.4の DCDN、 これ1本あれば子どもとどっか出かける時なんかはもう十分でございます。はい、で、年末年始これも、この1本だけで撮りました。それもね動画作ってますので、ぜひ説明欄からリンク貼っておきますので、そちらご覧になってください。そしてこの 30mm、 こいつもねもう結構使い古してきてるんですけども、これのね描写とねあとボケ感がねいいっすよね。両方ともやっぱ 1.4F1.4 たまらんです。 F1.4、 まあ APS-Cだとフルサイズと比べると同じ F1.4 だとしてもボケの量が変わってきます。ただもうこの APS-C の F1.4 も十分ドラマチック。そしてこのシグマのレンズってのはね、僕はすごく表現力が好きで、人物とかを写した時にとても柔らかいいい味が出るんですよね。はい、っていうのもね、年末年始の動画で撮ってありますので、そちらぜひご覧になってください。はい、この2本ね、はい、この2本あればもう大抵いけます。やっぱり僕はここにあと 56mm にもう1本欲しいんですよね。はい、でなんでこの同じようなレンズを使ってるか、例えば同じシリーズで使ってますと、要はレンズ交換をした時に写りが変わらないんですよ。で画角だけが変わる、そして F1.4 だとボケ感も変わらずに同じ表現力のまま画角だけを変えられる、そういうところがね僕はいいなと思って使っています。まあ僕は単焦点が好きなんです。もちろんズームもいいと思います、今だと、ソニーの純正から 16mm から 50mm の F2.8 の G レンズ出てますよね。これでもいいと思います。ただやっぱ F2.8 だと暗い場所だとね、やっぱね F1.4 と比べた時に全然違ってくるんですよね。僕もね、今 60mm と 19mm の F2.8 の単焦点レンズを持ってるんですけども、やっぱりこの 1.4 と比べた時はやっぱね F1.4 の明るさっていうのはねめちゃくちゃ正義です。あと本当印象的ドラマチックにガッてぼかしたいというのができます。 F2.8 でももちろんボケるんですけども、もうインパクト、とにかくこれだっていう時はね、やっぱ F1.4 これであるとねめちゃくちゃいいです。で僕は、カメラも APS-C を使ってます。なのでレンズも APS-C です。でなぜ APS-C を使ってるかというと、前回の動画でもお話した通り、コンパクトでボディもレンズもコンパクト。見てください、これですよ。はい、この 16mm と 30mm の F1.4 っていう大口径のレンズで今レンズフードを取りますと、このぐらいの大きさですよ。わかります？はい、このぐらいの大きさですよ。 30mm なんかめっちゃちっちゃいですよね。あ
このコンパクトさを出せるっていうのはやっぱ APS-C の魅力の一つだと僕は持っています。はい。なのでそうするとまあ普段の仕事に持っていきたいとかしますよね。なんかちょっと出かけるときに交換レンズ1本持つのも簡単なんですよ。だから子供と出かけるのも16ミリ1本で大丈夫なんですけども、なんか30ミリも1本持ってきたいっていう時もあるので、その時は持ってってます。うん。でまあ16ミリと30ミリでもいいんですけども、何回も言う通りここに56ミリがあると僕のカメラライフはもうね最高になってきます。はい、っていう感じでございます。バーッとね、まあ僕の使ってるレンズの紹介をバーッとしてって、まあなんかこう押し売りみたいな感じにはなってるとは思いますけども、これが別のレンズで例えてもいいと思うんですよ。例えば、ソニーの純正の無印の 16mm の F2.8 もあったりとかね、 21mm があったりとか、あとあれですよ、フルサイズ対応の 20mm の F2 とかね、っていう風に、まあ、レンズはいっぱいあるので、自分がどういうものを撮りたいかで逆算してって、どの画角がいいのか、そしてズームがいいのか単焦点でいいのか、ズームの場合は F2.8、 明るくても F2.8 で、 F2.8 と F1.4、 1.8 どっちがいいのかっていう風に、自分が撮りたいものから先に考えていくと、ワイガシレンズっていうのはパッとこれかなっていうのが出てきます。どうしても今レンズとかはいっぱいあります。特に E マウントはサードパーティー製もいると100本以上のレンズがあります。その中から自分で選ぼうと思うとこれは大変ですよね。ただ自分が撮りたいものから考える、撮りたい被写体、撮りたい映像、撮りたい写真、撮った作品はどんなものにしたいのかなっていうところから考えていきますと、とても考え、マインドとしてはスムーズにレンズが選べてきます。これが例えばキャノンの EOS M マウントとかでもいいですし、とにかくその自分が使っているカメラの使えるレンズのラインナップはある程度把握しておいて、あとは本当にやっぱ撮りたいもの、撮りたい被写体、撮りたい映像、撮りたい写真、撮った作品はどんなのにしたいかっていうのをまずやっぱイメージすることが大事ですと思ってます。でそれをやって買って使って、より一層感動が増すんですよ。自分が思っているよりかも、僕はこのレンズの性能が上だったんですよ。DN。うん。しかも、これめっちゃ安いんですよ。F、まあ値段的に言うと、もうこっちはね、だいたい4万円ぐらい。16ミリが4万円ぐらい。そして30ミリがね、今3万円ちょっとで買えます。中古で買うともっと安いです。まあ一般的な感覚で言うとやっぱ高いかもしれませんけども、F1.4 の大口径の単焦点が3万4万円台で買えるっていうこのシグマの魅力。そうなんですよ。シグマのレンズが僕好きなんですよね。はい。でもうね、撮影して15分ぐらい経つんですけども、こっからシグマのお話をするとまだ長くなりますので、それはねまた次回に撮っておこうかなと思っています。というわけで今日はミラーレスカメラ持っているけども、どんなレンズを買ったらいいのか分からないっていう人に向けて今日はお送りいたしました。僕はシグマの DN シリーズ、これは本当にお勧めします。 E マウントでも多分マイクロフォーサーズもEOS M マウントでもこの
シグマの DN シリーズっていうのは DCDN シリーズっていうのは間違いないと思います。ということで、この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。